アタックナンバーワンは、浦野千佳子による日本の漫画作品。一大バレーボールブームを起こした、スポーツ根性漫画としても有名であり、連載当時は、サインは、V と並ぶ二大バレーボール漫画として知られていた。1968年1月から1970年12月まで、週刊マーガレットにて連載された。マーガレットコミックスから全12巻が刊行され、 少女漫画の単行本として初めて10巻を超えた作品となった。続編として1975年に連載された新アタックナンバーワンがある。また2004年11月からは小沢カノン作画によってリメイク版の新アタックナンバーワンがマーガレットに連載されている。1969年から1971年までフジテレビ系列で テレビアニメが放送された。また、アニメを編集した映画版が1970年から1971年の東方チャンピオン祭りで上映されている。2005年4月にはテレビ朝日系にて、上戸彩の主演でテレビドラマ化された。富士見学園中東部に転校してきた主人公、鮎原梢が不良グループを率いてバレーボール部に挑戦し力が認められて、 キャプテンとして迎えられる。小と仲間たちは様々な試練を乗り越え世界を目指す。人物起用の特徴として、原作で目立たなかったキャラをアニメでは全面に出して活躍させたり、また平成のコミックでは実写ドラマで決番になったライバルたちを積極的に登場させるなど、できるだけ多くのキャラクターに注目が集まるようにとの試みが見られる。 昔は、キャプテン大沼とその取り巻きによって荒れており、小沼たちが入部した頃も、大沼たちは、追い出そうとして卑劣な嫌がらせを繰り返していた。そして小沼と大沼の一騎打ちの際は、取り巻きが、小沼のタオルに刺激物をつけて、小沼の目をつぶしたりした。しかし、三沢学院に乾杯したことをきっかけに取り巻きたちは、やめていき、大沼は、小沼の説得により本気で、 バレエに取り組むようになる。自動員から八木沢香織を迎え、パワーアップしたミニオン宝石はこの年の実業団選手権で優勝を果たした。そのためか最も多くの選手が全日本入りしている。中学、高校時代のチームとは異なり小杖がキャプテンになることはなかったが、決勝でのソ連戦の後では最優秀選手に選ばれる。なおその後出版された。 昭和の続編では同じく企業チームが舞台になるものの、このメンバーは登場しない。藤見高校卒業後、小杖が入社する企業。続編での舞台になったが、これまでの魔球オンパレードに見られる派手さはなくなり、最有両手のアタッカーとしての小杖が描かれた。劇画調の画風やストーリーなど、やや大人向きの作品となっている。世界選手権モントリオール五輪目指して、 これからも羽ばたくといったラストシーンで終わる。大阪に所在する高校で、八木沢三姉妹による三位一体を武器とし、インターハイ三年連続優勝の実績を持ち次のインターハイで四連覇をかけ、藤見と決勝戦を行い勝利する。その次のインターハイからは三姉妹の長女、甲が引退してしまうが三位一体の実力は全く落ちておらず、新たな必殺技。 4位一体を編み出す。そして準決勝で、藤見と対戦するが、3女、カツラの体力不足を、小杖たちにマークされ、カツラは負傷してしまい、バレーができない体になってしまい、インターハイ後連覇を逃す。そのため3位一体の実力は落ちてしまい、その次の、インターハイでは準決勝で青葉に、ストレート負けをしてしまう。突起事項として、 三姉妹は原作を含む都合4つのシリーズに登場した他にパチンコキャラクターとしても起用される人気ぶりである。山本のスパイクを武器とするワンマンチームだったためインターハイでは不死身に敗北した。その次のインターハイではチーム全員がベストプレイヤー賞を狙っていたためチームワークが乱れ予選で敗退する。しかしそのことがきっかけでチームワークは良くなり、 その次のインターハイでは決勝戦まで進むが決勝で不死身に敗北する。すべてをコンピューターで計算してそこから導き出された結果を信用し攻撃や防御を行いコンピューター学院の異名を持つ。インターハイでは準決勝でデータを駆使し自動員と対等に張り合っていたが3位一体にはかなわず敗退。翌年のインターハイでは暗闇の中小に 突然ボールを打ち込み小杖の瞬発力を測り名前を名乗らず消えていく。これを小杖は白川学園の仕業と勘違いし暴行事件を起こしてインターハイ1回戦出場停止になる。また新聞記者を装ったスパイに不死身の練習と試合を盗撮させたり小杖を襲い小杖のデータを取ったりなど悪質な方法を使い決勝まで進み、 1> 第1セットでパーフェクトを取る。第1セット終了後、不死身の分析結果によって、試合を行いセットポイントが近づくごとに疲労が見えた。ことを見抜いた本郷が盗難を引っかき回すためにわざと、小杖を引き下げ、渋滞3となったところで、小杖が戻り引っかきのスパイクを、小杖がスパイクで打ち返したところ飛べかきに直撃したことを機に、チームプレーが乱れ出し、第2セットを落とす。 コンピューターが完全に狂った第3セットはほとんどなす。術もないまま2点しか取れず、計算外の試合展開となると、コンピューターの出した計算が全く役立たずという弱点が明確となり、最後は、小連れの消えるアタックに粉砕される。原作では公式戦同様の3セット選手を、ストレート勝ちというコンピューターの計算は、不死身の猛反撃により、第3。 第4セットを落とし追いつかれたことで、結果的に誤算となり、両校ともに、体力の限界を超え意識が朦朧としながら5時間の大激戦の末、藤見に敗北する。次のインターハイでは1回戦で青葉と対戦するも、山本の大ボールスパイクにより、日陰が倒れてしまい戦力がダウンし、15から2のスコアで敗れる。フジテレビ系列の日曜日時の時分枠における、 猛烈欲張りゲームの後を継いで、1969年12月7日から1971年11月28日にかけて全104話が放送されたテレビシリーズ。読売テレビの土曜日19時から19時30分枠における巨人の星で視聴率的にも成功を収めていた広告代理店の朝日通信社 提供スポンサーの大塚グループ企画の東京ムービーが今回は週刊マーガレットに連載中であった原作漫画を題材にすることでフジテレビの日曜日19時の19時30分枠を新たに獲得した巨人の星と同様に成功を収めたアニメ番組でもあったフジテレビの同枠はアニメ番組のマッハ午後5が1967年6月末に枠移動後 爆笑ヒットパレード、リッカースクラム歌合戦、爆笑ダイヤモンド賞、東京ボンフット賞、56分番組。ただし1969年2月2日からに、ヶ月間は、前半枠、紅白スタージェスチャー、猛烈欲張りゲームといったバラエティ番組が続いていた。しかし本作からは、朝日通信社、朝通り、刑時代の変化に応じて提供スポンサーや、 制作会社を変えながらも2006年に日曜朝に移動したワンピースまで同枠を長らく担当することになった。裏番組に視聴率の高かった柔道一直線とアップダウンクイズという2つの強敵番組があったにもかかわらずそれまでテレビを見ていなかった小学生、高校生の女子が本作品を見るようになったこともあり。 平均視聴率は平均視聴率19.9%、最高27.1%を記録した。主題歌レコードは70万枚を売り、主題歌の中の1フレーズが流行した。日本での放送終了後、日本国外でも放映され、イタリアでは後にトップ選手として活躍するフランチェスカ・ピッチニーニがバレーボールを始めるきっかけになった。フジテレビにおいても、 バレーボール中継に力を入れるきっかけとなり、放送期間中には、富士山系グループで春の高校バレーをスタートさせ、1977年からは、バレーボールワールドカップの中継のみならず、運営そのものに関わっている。主要人物は、登場人物を参照。レコードは、東芝、キングコロンビアビクター、アサヒソノラマイルムレコード、強ヨ文社の各社から発売された。 ビクター版以外は、大杉久美子の歌唱によるもので、各社とも同一音源が使用されたのに対し、ビクター版では、自社所属歌手でもあった、小バとくるみの歌唱によるものが使用された。この小バとくるみの歌唱によるオープニングテーマは、初回放映では第1話から5話まで使用。再放送ではすべて大杉久美子の歌唱によるものに差し替えられたこともある。 エンディングテーマはすべて異周か横の歌唱で、各社とも同一音源が使用された。オープニングフィルムは、第21話から冒頭に、あゆ原小杖のスパイクシーンが追加され、タイトルロゴが赤字から白字に変更されている。その一方で、オープニングとエンディングの藤見学園中学のバレーボールのユニフォームと、エンディングの藤見学園中学の制服は、一貫して変わらなかった。 第2話からエンディングの静止画像の順が変わる。いずれもテレビ放送分の総集編ブローアップだが、音声は新たに取り直されており、特に第4作では、早川が、増山英子、大沼が、恵比寿雅子に変更されている。OP テーマは、テレビ同様、アタックナンバーワンだが、本作では、セリフがなく、コーダ部分は、レコード版と同じ。上記4作品が収録された。 DVD ボックスアタックナンバーワンザムービーコレクションが TV 放映40周年記念としてタキコーポレーションから2009年3月にリリースされている2019年4月23日にトムスエンタテインメントが YouTube に開設したトムスアニメ55周年公式チャンネルより本作から第1.2561話が配信されている第1話の OP テーマは 初回と同じコバとクルミ版を使用している。また ED ラストの制作クレジットも初回と同じ制作フジテレビ東京ムービーになっている。1970年前後に制作、放送されたため、電卓やビデオといったものは作中に登場しない。計算をするシーンではソロ版が登場する。沖縄が米国統治下であることを題材にした話もある。 参考テープを使用するコンピュータが登場した回もある。レトルトカレーが広く食されるようになった頃で、富士見学園バレー部合宿の夕食メニューが、ボンカレーの時もあった。前述のように、市のトムが家業を手伝うために、中学3年生でオートバイを運転したり16歳の時には自家用車を運転しヘルメットやシートベルトも着用せず、荷台に人を乗せて走行する描写もある。 2005年4月14日より6月23日まで、テレビ朝日系列毎週木曜日21時21時54分の木曜ドラマ枠で放送された。主演は、上戸彩。アメリカ合衆国でもテレビジャパンで放送された。主要人物は、登場人物を参照。演劇女子部、アタックナンバーワンとは、浦野千香子の漫画作品、アタックナンバーワンを原作とし、 ハロー。プロジェクトのアイドルグループアンジュルムが出演した舞台作品である。また、本校では便宜上、これについても記述する。富士見高校に入学し、バレーボール部に入部しようとした、あゆ原小杖。中学のバレーボール全国大会で争い、一方的にライバル意識を持っている、早川緑。二人の友情が、衝突や和解、結束を呼んでいく。 富士見高校バレー部は、小杖は、日本一になれるのか。新アタックナンバーワン、1、浦野千佳子、小沢カノンマーガレットコミックスブックナビ。終映者。2009年1月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年4月6日閲覧。新アタックナンバーワン、2、浦野千佳子、小沢カノンマーガレットコミックスブックナビ。終映者。 2009年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月6日閲覧新アタックナンバーワン3裏の佳子小沢カノンマーガレットコミックスブックナビ終映者2009年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月6日閲覧富士見高校では終始6で OP の藤見が浜でのランニングシーンは104話すべて5になっている。劇場版アタックナンバーワン涙の回転レシーブの福岡中学戦でピンチサーバーとしてカトリの代わりに出場した際は7だった。この時は番号が4になったり7に戻ったりを繰り返す作画ミスが見られる。また56話のインターハイ1回のターヤオバ学院の 第2セット小杖の消えるアタックが決まりでサーブを打つ。際位は5になっていたり、81話のマイティシックスと対戦する日の朝のランニングで、竹市、石松、井の股と共に走っているシーンでは、左胸の番号が3になっていたりなど、背番号を入れ替わりの作画ミスが多く見られる。中学3年になるまでは5だったが、中学3年に成りまき中と統合し、4天皇の入部後は、 小杖、緑以外の背番号の入れ替わりが多く見られる。合宿の夕食で、スポンサー食品である、ボンカレーが用意され、全員大喜びで食堂に向かう場面があり、NHKBS2 での再放送以外には、セリフとしてそのまま残されている。山崎孝幸、テレビに目玉 c P121、大杉久美子の証言によれば、一周、 カヨコのバージョンも録音されていたというの時優しさの歌発売記念大杉久美子スペシャルインタビューアーカイブド2012年5月31日アットザ・ウェイ・バック・マシンより北海道新聞1971年3月テレビ欄河北新報1972年4月6日から1973年3月29日付長官テレビ欄 海北,北新報1971年1月3日から11月28日付長官、テレビ欄。朝日新聞1969年12月7日付長官21面、大塚グループ広告より。福島民報1969年12月14日から1971年11月28日付長官、テレビ欄。 福島民放1970年2月1日から1971年9月26日付長官、テレビ欄。福島民放1971年10月10日から11月28日付長官、テレビ欄。AB、北日本新聞1970年10月4日付長官テレビ欄より。愛媛新聞1969年12月17日付長官、テレビ欄。 アンジュルム主演、全労祭ホール、スペース、ゼロ提携公演、アタックナンバーワン FC 選考受付のお知らせ、アップフロントインターナショナル2018年8月25日閲覧舞台、アタックナンバーワンに関するカテゴリー。ありがとうございます。